山本周五郎作「青べか物語」より「土手の冬」「外は雨私は机に向かっていた」「机の上には書きかけの原稿があり私は小さな火鉢にかじりついたまま不自然な姿勢で原稿の文字をぼんやりと眺めていた」 寒さの厳しい夜で火鉢を抱えているのに膝や足の指先は痛いほど凍え不自然な姿勢を動かすこともできず背中は氷の板のように冷たくこわばっていた私は「浦島物語」のパロディを試みていたのだ共産主義のドグマに挑んだ主題で最小限度にでも 頭脳と胃袋と生殖器の能力が均一でなければ公平なる分配と所得はありえないということを五幕の喜劇に組み立てたものであった私はその主題の大きさと真理を鋭く把握していることに興奮し精神の力強い高揚を楽しんでいただがその反面懐が極度に寂しいこと 急いで少女小説か童話を書いてどこかの編集所へ書き込まなければならないという差し迫った問題で気分は苦々しく塞がれていた書きかけの原稿は第4幕のクライマックスで一人のたくましい美青年が台の上に半裸で立ち下にいる青年や乙女たちに勇ましく叫びかけているところだった。 青年、A、胸を叩き両手を高く上げて絶叫する「俺のこの肉体を見ろ俺は貴様たちより美しく健康だ俺は貴様たちの3人前食べ10人前働くこの広大な土地の整理や灌漑法の計画を立てたのは俺だし収穫物の管理や貯蔵を立案したのも俺だ」。 一体この竜宮国を運営し繁栄に導くのは誰か A グループにいるか B グループか